岩手県食の匠とは、郷土食などに優れた技術を持ち、その技術を伝承できる方として岩手県が認定した皆さんで、令和6年1月末で301件が認定されています。今回ご紹介するレシピは柳バット。柳の葉に成形したそばを野菜たっぷりの汁で煮込んだ雑穀料理です。材料はご覧の通り。一晩水につけておいた煮干しと昆布を火にかけ、弱火で出汁を取ります。具材の人参、ごぼうはささがきに、大根は短冊切り、じゃがいもは2センチの角切り、しめじは石突きを取り小房に分けて、ネギは斜めの薄切りに、鶏もも肉は食べやすい大きさに切りましょう。煮干しと昆布を取り出しただし汁にネギを除いた野菜としめじを入れ、鍋の温度が下がったら鶏肉を入れて柔らかくなるまで煮ましょう。続いては柳バット作り。ボウルにそば粉、小麦粉を入れ、熱湯を少しずつ加えながらこねていきます。直径1センチ程度の長い棒状に伸ばし、柳の葉の形にしますよ。野菜が柔らかくなったら味付け。沸騰したら柳バットを入れましょう。最後に塩で味を整え、ネギを入れたら出来上がり。皆さんも地域で伝承される郷土の味、岩手県食の匠認定料理を作ってみませんか？